もう蒸し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  キャーじゃないから、気になって眠れない？何が？ムラムラしてないわ。どうも、こんばんは。トッシーです。こんばんは。ん？ちょっと待ってね。少々お待ち。少々お待ち。クロックタワーね、一応クリアはしてるんだけど、せっかくだから、A エンディングを見れたらいいなぁとは思ってちょっとやってますけど、エンディング、まあ、今のところ、E エンディング、A, B, C, D, E エンディングが、3回ほど見ましたけど、ちょっとね、それ以外のエンディングを見たいじゃん。というところですね。このエロい声、エロくないだろうが。普通じゃない？むしろ別に。特別なんか。そう、バッドエンドだよね。良いエンディングじゃなくてバッドエンディングだよ。挨拶していきますね。星さん、ルナさん。下半身タイガース対読売巨人軍さん。ルイタイマーさん、8個目さん、ゴンゾーさん、トシタムのゲリグソ大噴火さん、ユンボーさん、落下のデーモンさん、ジグさん、タマゴさん、サーさんいらっしゃい、23個目さんから28個目さん、33個目さん、どうもいらっしゃい。なに、みんなは起きてたんですか？皆さん起きてましたか？何してた？何してたの？で、一応、バローズ城までたどり着いたんだけど、そこからがもうどこに行っていいのか全くわからなくて、今積んでる状態ですね。千葉にはいらっしゃる。FC2 なんだろうと。そうですか。トカちゃんいらっしゃい。あ、そうなんだ。いや、別に。イリュージョン。そうだね、イリュージョンだね。あ、そう、あれですね。次の、あ、とりあえず、あ、まあ、いっか。別に説明する必要ないか。そうだよね。プライベートのことだから、わざわざ別になんかみんなに、全部説明する必要ないよね。いや、いいわ。かっちゃんいらっしゃい。
いやいや、別にいいかな。とりあえずアイテム。いや、コミュ限とかだったらわかるけど、今、もう仕事のことだから、お仕事？え、お仕事のことだら、あんまり言ったら、見バレするでしょう。55個目さんどうもいらっしゃい。トシーの経血ジャムを焼きたてのパンに塗って食し、その後デザートとしてトシーの経血ゼリーをゆっくり味わいたいさんいらっしゃい。すで積んでるんだよね、ここ。そう、お仕事の話だから、ちょっとね、やめようかなと思って。言いかけたけど、ちょっと言う場所じゃないなと思った。せめてサブコミだなと思った。どうも59個目さんいらっしゃい。もうすごい積んでますね。もうここで積んでますね。あー、コインはね、ないですね。全くないですね。なんていうの、その、テレビの向こうとか、なんていうの、アイドル的な、そういう扱いの人になんか、その、ドキドキするのはあるけど、あの、リアル、プライベートで、なんかドキドキするっていうのはないですね。だからなんか言ったら、テレビのなんか、一ファンみたいな、そんなレベルですね。あ、いいなって思うぐらいで。62個目さんどうもいらっしゃ。なんか、ね、俳優さんとか、タレントさんとか、なんかそういう感じですよね。うん。キャロルさんどうもいらっしゃ。最近のブーム。最近とかじゃないけど、まあまあいいぞ。いいじゃん、別にね。芸能人だったら別になんか、ないわ。芸能人でこのひ、まあ、ヒロシが安定してかっこいいなぁと思うけど、あーでもね、私ね、割とね、あのね、小栗旬がね、割と好きかもしれない。69個目さんいらっしゃる。阿部寛がね、好きだけど、阿部寛は、相変わらず好きだけど、ね？阿部寛は相変わらず好きなんだけど、だけど、あの、なんて言うんですか？ちょっと、小栗旬好きかもしれない。73個目さんいらっしゃる。で、なんで小栗旬が好きか、好きっていうかなんかちょっと気になる感じなんだけどね。で、なんで、あの、小栗旬のことをがちょっと気になるかというと、あのね、前に多分ね、話したと思うんだけど、あの、知ってるかな？私あんまり好きじゃないですね。あのね、
多分ね、長くうちのコミュニティいる人だったら知ってると思うけど、半年前ぐらいかな。なんかね、小栗旬の夢を見たんですよ。で、その夢の内容が、ちょっとね、あんまり詳しくは話せないんだけど、結構ね、ちょっと激しく求められる夢を見まして。それからというものを別にね、いや別に、別にね、小栗旬のこと別にね、特別好きじゃなかったんですよ、今まで。別に好きじゃないし、気にもなってなかったのに、なんかそういう夢を見てからは、なんかね、ちょっと意識しちゃって。パッチさんいらっしゃる。多分ね、一回ね、この話ね、したと思うんだけど、なんかそれからというものを、なんかちょっと意識しちゃって、まあ、ヒロシがまあ一番だけど、まあなんていうの、ヒロシは言っても50歳を超えてるわけじゃないですか。まあ、現実味を考えたら、まだ、小栗旬かな、みたいな。そうだよ、阿部寛50だよ。今年51になるんじゃない？かな。130コムさんいらっしゃると思う。いや、なんかね、多分だけど、声が結構低い人が好きなんだと思うよ。なんかその、声が、ちょっと低めの感じが、なんか多分だけど、自分でね、思うに、いいなって思うんだと思う。多分だけどね。まあ、なんていうのかな。はっきりはちょっとわかんないけどね。こういう、こういう人が好きです、みたいな。のはもう今更なんかもうよくわかんないけど、そのなんか、好きな分類で言ったら多分声が低い人なのかな。ちょっとごめん、鼻水出てきた。鼻水。よいしょ。まあまあ、そんなですね。みんなもあるでしょう。なんかこういう、興奮してないわ。なんかこういう感じの、なんかなんていうの。別に気に、なんていうの、好きっていうほど、なんか好きじゃないんだけど、なんかちょっと気になる。芸能人とかなんかいるでしょ？ え、147コメさんどうも。嫌いじゃないけど好きじゃない。初見さんどうも。ここなんかあるんかな？なんかもう完全に積んでるんだけど。初見さんなのかな？いらっしゃい。小池栄子とお風呂に入った。へ えー。積んでますね。もうここから進まないんですよね。アイテムはこんだけあるのに、
寿司、最近俺のこと呼び飛ばすよね。そんなことないよ。たまたまだと思うよ。パッと見て目についたコメントを読みますね。客員さんどうもいらっしゃい。飽きてないよ。面白いよ。ああ、でも夢を自由に操って。ああ、そうか。楽しいなあ。それは。なんかどっかいじれる場所ないのかな。いや、全部のエンドじゃないよ。とりあえず、いいエンディングしか見たことないから、それ以外を見ようねって言ってここに来たの。164個目さんいらっしゃい、どうも。なんでダークソウルばっかりやる必要ないでしょう。私別にダークソウル生主じゃないもん。グロゲー生主だよ。グロゲー、ホラゲーばっかりやる。ウッコロちゃんね、したいね。米でね、おかしくないでしょ。おっぱさん168個目さんいらっしゃい。168個目さん、あ、違うわ。あー、来たんだけど、あいつ。ここでなんか。いや、違うよ。たまたまだよ。やりたいなーって思った時やっただけだよ。あー。あー。スタッフ、わかっちゃっちゃっちゃさんいらっしゃい。873コムさんいらっしゃい。一発だよ。グーでもチョキってされたら死んじゃうじゃん。どうしようかな。そっちダメ。こっち来ていいよ。こっち来て。そうだね。私、そんななんかだって、キャーなんて言うほど怖いのって言ったら、本気でびっくりしたのは、あれだけだな。デッドスペース1、2。デッドスペースの1と2だけだよ。怖いと思ったの。それ以外はもう楽しいって感じだよ。114コメさんどうもいらっしゃい。防衛っていうの？兄さん防衛って言ってる。人間が本当に恐怖を感じたらそういう悲鳴になるんだよ。虫がね、驚くとか怖がるって言ったら相当怖いからね。言うけど。普通の人にとったらもう心臓飛び出るんちゃうんっていう感じだから。ていうかもう心臓えぐれるんちゃうんみたいな。バイオ4のロッカーから出てくる。バイオ4もう覚えてないですね。あんまりやり込んでないからね、バイオ。バイオ系のゲームは。何回もやったって言ったらバイオハザード1ぐらいじゃない？面白くて何回もクリアしたって言ったら。そう、なんか脇がって言われるんだけどね。全く理由がわからないですね。いつものことだけど、なんで言われるようになったのかは、全く不明ですよね。あー、バイオ1ってそうか、リメイク
出ましたね。やってないけど。HD バージョンですよね。ああ、やってみてもいいね。ちょっと安くなったら。ルックスはどこにでもいますよ。どこにでもいる人ですし、その人ですよ。あんまりなんか良い想像しない方がいいよ。するだろうね。私もあれだよね、やっぱりね、子供を産んでからやっぱりね、ついてないよ、画面に映ってたらついてないよ。 NG ついてる。カメが見事に飛ばされる。いや、もう目についたコメントとをパッパパッパ読んでく感じになってるからごめんね。2、5個目の思いらっしゃった。お昼から進んでないよ。全く進んでないよ。なんかね、まあ、嬉しいことだとは思うんだけど、なんかね、昔より、やっぱコメント量も増えちゃってきたから、なかなか全部読めなくてごめんよ。2、3個目さんいらっしゃる。なんか多分ね、もっと喋るの早い人、まあ私も早く喋ろうと思ったら喋れるけど、なんていうの、もっとパパパパーって喋れる人だったら、ロープ取ったよ。もう使っちゃった。パパーって喋れる人だったら、多分ね、もっとね、さばけるんだろうけど、私、ちょっとね、あれだわ。なんていうの、ちょっとね、ゆっくり喋らせてね。っていうのも、なんていうのかな、おじいちゃんと2、3、0個目さんどう思います？いらっしゃ。でも、ちゃんと目は通してるからね、米ビュー見てるから、一応目は通してるから、大丈夫だよ。嫌なコメント。うん、あんまり嫌だ、嫌っていうか、しつこすぎたら、もう何も言わずに NG に入れますよ。ね、今んとこ一人だけ入ってますね。いやよさんなんで別にいいかなと思って。35歳ハゲさんどう思いらっしゃる？設定かな？ 35 歳ハゲさんは、35歳でもないし、ハゲてもいないんだよ。25、2個目さんどう思いらっしゃる？35歳ハゲさんはハゲてもいないし、35歳でもないから。260個目さんいらっしゃい。いや、わかんない。確かそうだったよね、気がする。184は、バラすなって。いや、でも35歳あげさんも長いよね。あ、いやよは、184機能っていうのがあって、自分の固定班が、
バレないように、生主さんにコメントするシステムで、だから、まあ、いたずらとか嫌がらせをする人は、だいたい184でコメントしてきますね。そうそうそう、非通知設定ですね。わ、賢い、その言い方。その5文字で、もう全てが、あれじゃないですか。わかるじゃないですか。賢いなぁ。シャリンスケさん、どうもいらっしゃい。そう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 。みんな ID 知ってるからな。ピッコロちゃんの時間の問題だからな。だってね、リスナーさんを毎日、あ、今日はじゃあこの ID の人をぶっ殺ろう。あ、明日はこの ID の人をぶっ殺ろうかなって言って、もうね、住所を特定し、家の前まで行き、電話を鳴らし、今あなたの後ろって言ってるよ。可愛くないわ。ちょっと待ってね。山田のおろちさんいらっしゃい。ちょっと待ってね。じゃあほんとなんかね、全部ね、壁とか床とか、全部探さないと、ほんと積んでるから今。嫌 です。資格を雇います、その時は。もこんし、いらっしゃい、すけさん。メロンパン？メロンパン食べたわ。そばがら？ね、そばがらってなんで？ちょっと待って、あれ、もうここはもう何回もやったから。あんまりじゃなくて、全く進んでないです。いや、あんまりじゃないから。全く進んでないから。言っとくけど。だってわかんないんだもん。わかんよ。宝箱は開けたけど。サイトはもう見てない。だって、ここは初見プレイだから、初見プレイじゃないところは、なんていうの、見るけど、見ていいかなと思って見たけど、ここのバローズ城まで来たらもういいエンディングじゃないし、ま、見ないでやろうかなっていう感じで、進めてますけどね、今。ねえ、わかんないね、今ね。寝起きではない、寝てない。まあね。ヒントちょうだい、ヒント。1階か、2階か、どっち？コメさんかありがとうございます。シュルストリーストレーミングスだね。あれ、今、コメさんかありがとうって言ったっけ？ 3 階なんてないし。あ、おやすみ。みんな適当に言ってるでしょ。そうやって
で、あれでしょう。何？ごまかすから、もうどれが本当かわからなくなるんだよね。わざとでしょ、それ。これ脱出ですね。のいのいさんどうもいらっしゃ。ごますりありがとうございます、本当に。もっとごまを吸っていいよ。よいしょ。どっかに。適当に打ってくれたら、だからネタバレ、ネタバレを防ごうとしてる人がいるから、まあ、それはそれで面白いよね。2階に行きたいってどういうこと？絶対噛んだら、突っ込んでくるよね。なんていうの、流そうとしても流させてくれないよね。人が噛んだら。らしいですね。わかんない。いや、そういうわけじゃないよ。今無料だからやってるの。PS プラスが、無料だから。面白いよね、そういうの好き。そういうノリ大好き。だからね、なんかノリのいい人たちってやっぱり楽しいよね。デメントやったことないよ。竹中直人が声優で出てるやつでしょ？へへって。でも私がなんかみんな大好きだよとか言うと、くっさーとかしか言わないから、今日は言いません。女子は相手が女の子でも、好きな、大好きな女の子いるもん。かわいい、かわいい。女の子いるもん。てか最近、あれだよね。なんかね、女の子でもいいかなとか思ったり。395個目さんデブさんいらっしゃる。どこ開くんだっけ？ああ、開いた。ここなんだっけ？ああ、ここか。1個目さんいらっしゃる。いや、スマホも嫌よっていうところのチェックを外したら、いやよじゃなくなりますけど、別にいやよでいいんだったらいやよでいいよ。私全然気にしない人だから。私の放送は自由ですよ、基本。出てこないよ。ハサミマンだけ。なんていうの、恥ずかしがり屋の人もいるから、嫌よりのコメントで全然
気にしない。なんか、なんていうの、なんか、イヤヨンを外して、ゴテハンつけてねとか言う人いるさ、男女関係なく。私、あれあんまり好きじゃないんですよ。別にいいじゃんと思って。8個目さんどう思う？あー、そういうのもいらない。なんていうの、なんていうのかな、イヤイヤ外したらその人の ID がわかるから、で、コテハンをつけたら一生残ります。わしが消さない限り誰々さんってわかるってこと。184でコテハンつけても、184だったら、毎週木曜日に、リセットされて、別の ID が割り振られるから、見バレすることはないよってこと。そう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 、ユーザーページ。その人がどんなコミュニティに入ってて、どんな生主さんをお気に入りにしてて、で、コミュニティを持っているかとかまでは全部わかる。そういうの全部わかっちゃうから。いや、真面目にね。なんかね、そういう、ツールがあるんですよ。タイラントさんいらっしゃい。なんかね、そういうツールがあって、で、最近見つけた、一番怖いツールが、その人がどこで、どんなコメントをして、で、何時何分何秒に、どのようなコメントを打って、どこのコミュニティで打ったかっていうのがわかるツールがあって、やばいよね。めっちゃびっくりしたんだけど。いや、だからね、そういうツールを駆使して、なんかね、追いかける人とかいるから、割とね、気をつけた方がいいよ。あ、そうなんだ。チョコ味のパンさん、469個目さんどう思いらっしゃ。アクトリさんも使ってると思うよ。私だってだいぶ前に教えたもん。半年前ぐらいじゃない？それも。教えたのって。184は、特典は無理でしょう。運営さんじゃなかったら。483個目さん、486個目さんいらっしゃる。いや、わしに聞かないでよ。そんなの使ってどうするんだよ。知らないわ。いや、だからそういうのを見たい人がいるんじゃないの？めんどくさいじゃん、いちいちそんなの。例えば、なんか、嫌がらせとかされたら、いや、じゃあその人がなんかどこにいるのかとかっていうのはチェックしたりはするよ。あ、ピザーマンさん。ゆり生主が女キャラにあんなことこんなことしっこしっこじゃないわ。ありがとうございます。今184増えた。いや、誰もなんか見ないよ、そんな。だって嫌がらせしてくる人って184ついてない人なんていないもん。広告って書いてね。ありがとうございます、広告。ピザーマンさん。
508コメさんいらっしゃい。甲骨どうも。なんかそのエッチな嫌がらせしちゃうぞなんて言ってる時点で、かわいいわ。かわいいわ。そう、ヘレンを見つけてから全く進んでないから。どういうこと？あの人は？箱に入ってる。なんか箱に閉じ込められてて開けたら、なんか居心地がいいのか知らないけど、あそこから出ようとしないんですよね。そう、ヘレンは宝箱好きなんだよ。ちょっと詰まりすぎだよね。坊さん、参考さんどうもいらっしゃい。そう、さっきからね、2階だよって言ってくれてるから、ちょっと2階行ってみるね。2階に行って結構探してるんだけど、なんか探してない場所あるんかな？人食い箱ではないけどね。ラーメンの人食い箱。探してない場所。ここ入って。階段ダイエットでしょ。あ、アクトリゾンはあれじゃない？自動固定班取得をつけてると思うから、多分勝手に固定班つくんじゃない？うんち見せていいよじゃないわ。ここ、何もないね。そうだよ、自動で、その、生 ID、イヤイヤを外してる人に対して、自動で固定班を、つける、やつがあるんですよ。あはよし、オッケー、殴った。倒せてはいないね。倒せてないよね。4回中3回？4回中3回が蹴り？何それ？ってこと？調べてないところは、でも逃げつつ調べるってできないから、とりあえず追っ払ってからゆっくり調べるしかないんだよね。あ、そういうことか。4回中3回が、下痢をしてるってこと。あ、来た。100%。やばい、また落とすか。でもビフィズス菌取りすぎても下痢になったりしないかな。下痢をした君のお尻汚いなぁ。あ、そうそうそう、ね、みんなはすごい好きな人ができたとして、
その人が酔っ払っています。その人が、う、吐きそうって言ってて、ゲボって街中で出したとするでしょう。あなたは受け止めますか？手で。受け止めませんか？街中っていうか、電車の中だったら。うわぁ、口で行く気持ち悪い。じゃあ電車の中でゲバーって出たら、そのまま放置ってこと。なんかね、ある人が言ってたんだけど、そういうなんか好きな人が、その切羽詰まってる時に、両手でこう受け止めてくれるって本当に愛があるんだね、みたい。なんとなく、わかる気がする。だって普通だったら受け止めないって答えそうだけど、電車の中でゲバって出しちゃったりしたら、後が大変だから、あ、じゃあ両手で受け止めて、処理は後でしようね、みたいな。ああ、いいわ、そういうの。615個目さんどう思いらっしゃ。あ、エチケット袋を渡してくれるのが、まあ、一番いいけどね。そんな持ち歩いてないでしょ、エチケット袋。カバンの中、カバン洗えないじゃん、どうするの。革製のカバンとか洗えないじゃん。ビニールのカバンだったら洗えばいいけど。627個目さんどう思いらっしゃ。紳士は持ち歩いて、絶対持ち歩いてないから。でも私、あれだよ。この前、何屋さんっていうの？カー用品屋さん？オートバックスに行ったんだけど、なんか安い、なんていうの？カゴじゃないわ。ワゴンセールじゃない。なんていうの？ワゴンセール品？だって、で、そこを見たら、わーっとじゃないわ。そこを見たらね、あれがあったんですよ。簡易トイレ。簡易トイレがあって、だから、車の中でもうおしっこしたくてたまらないときに、おしっこぴゃーってしたら、固まるっていうやつね。多分だけど、すすみきり品、子供のおむつの、ものと多分同じ原理でやってるんだと思うんだけど、それを3つ買いました。車に置いてまーす。655個目さんいらっしゃい。いや、なんかね、ちゃんと受け止めてくれるんだって。いや、仮にね、その何、行くことはないけど、例えば首都高とかを走ってて、すごい渋滞になりました。どうしてもおしっこしたいです。娘ももう漏らす言ってます。どうするってなった時に、選択肢が3つあって、そこで漏らす、ちゃんとその、簡易トイレにおしっこする、それか止まって道端でするって言ったら、簡易トイレでしょ？673個目さんどう思いらっしゃる？子供用のおむつ
なんだけど、おしっこいっぱい溜まるじゃないですか。おしっこいっぱい溜まった後に、なんかむにょむにょするのね、そのおしっこの部分がね。で、なんか破けちゃったりすると、その中で凝固した、ゼリー状の、おしっこを含んだものが、ブワーって出ます。ブワーって出てくるから、気をつけた方がいいよ。なんで車自分で運転してるもん。あれです。うちはクルルンポイ、子供のおむつ用の、ゴミ箱があるんだけど、カセットが3000円ぐらいするんだけどね。それを買って、そこに捨てて、匂いが出なくなるんで、それを燃えるゴミに、ゴミの日に、縛って捨ててます。704個目さんから上、うちが705個目さんいらっしゃい。ウェイカーズさんいらっしゃい。そう、多分猫のトイレとお前同じようなもんじゃない？もらえません。気持ち悪いな、何言ってるんだよ。する。おトイレ行くのに、夜はたまーにお漏らしするから、夜だけおむつ履かせてるのと、あと眠くてもううとうとしてるときはもう無理やりおむつにさせてる。お出かけ中とかはね。お家ではお風呂入った後におむつに履き替えさせてる。で、たまになんだけど、てかよくあるんだけど、テレビに夢中になりすぎて、ね。テレビに夢中になりすぎて、ママおしっこ出るって言ってトイレまで走ってってトイレの前でおしっこを漏らすっていうの結構あるんですよね、今。すごいね、それなんとかしないといけないんだけど、ちょっとね、今結構、そう、だからね、絶対、おしっこしたいと思ったら、絶対すぐ行きなさいって言って、怒ってますね、今。わらしさんいらっしゃい。そう、だからね、なんかテレビに夢中になりすぎるんですよね、子供って。737個目さんいらっしゃい。紳士淑女の多い。でしょう。紳士淑女しかいないから。いや、違うかな。とっても、レディーなトッシーさんと、その他、野蛮人の集まりです。よいしょ。OK。あ、うちの子は女の子ですね。女の子ですよ。4歳ですよ。749コメさんどう思いらっしゃい。これやっぱりわかんないんだけど。どこに行ったらいいの？ なんて2階にないよね。2階ここだけだよ。書斎なんてないよ、2階に。あー。兄弟作ってやれじゃないわ。
相手がいないんだからできるわけないだろうが。兄弟なんてできるわけないんだよ。これがね、すごい気になってるんだよね。あんまり言わないでね、ここから。化粧箱。リスナーがいるじゃないじゃないわ。お城で、マップなんてないもん。こことかじゃないもんね。全部ここやったもんな。あ、あれもうバレてるよね。あの人犯人だよね。どう考えたってあの人が犯人だから。棚に無数の引っかき傷。なぁ。絞り取る。養子縁組？嫌だよ。なんでもう、子供一人育てるのも大変なんだからね。私一人でやってるんだから。人事だと思って言うな、そういうこと。暖炉ね、暖炉から来たんですよ。もともと、びっくりしたー。びっくりしたー。超びっくりした。もう、LINE が、LINE が今鳴ったから、めっちゃびっくりした。もう、やって、いきなり、いきなり震えるんだよ。ごめんごめんじゃないわ。これ何使うんだろう。会いたくて震えるじゃないわ。子供も多分ね、気を使って言わないんだと思うよ。都市のカナってなんだよ。あ、スマホが震えた。うまーい。なんかエロいじゃないわ。それ何の顔？カカアンドトシじゃないわ。クミさんかどう思う？これどこに？わかんないね、ほんとに。あ、ここ調べたことない。たんじゃないですか？すっかり茶色になった新聞が置いてある。ジェニファー、1912年から80年以上前の新聞。しっかりちゃん、え？それだけ？あ、でも、ろうそくを持ってる時だけ。何も持ってないときは見れないの？何も持ってないときも見れるぞ。もっと調べてみましょう。そうだね。こっちとかあるかな。
あ、なんかありそう。さっきのネズミ、ここに逃げ込んだみたいだけど。あ、テーブルの後ろの壁に小さな穴が開いている。よーし。びっくりした。来たー。鍵だわ。書斎の鍵を入手した。やーったー。進む。進むよー。イェーイ。やった。好きです。虫も大好きだよ。チュッチュッチュッ。よいしょ。メタイチさんいらっしゃい。トッシーにペローンしてもらいたいさんいらっしゃい。885個目さんいらっしゃい。うわ、汚ねえじゃないわ。開いた。やったー。やったー。来たー。じゃ、セーブしよう。やったー。もう3時間だよ。探し回って、3時間ぐらいだよね。やったー。やっと進んだんだけど。米が汚くなった。なんで。子供が好きな人と、そう、それ。それ直したいんだけど、うちも。本当に困るわ。何も入っていない。よし、よく調べよう。難しそうな本ばかり。同じ。ここは？上に文字が彫ってある。三つの道を選ぶときは、乾きの道を進め。え、どういうこと？少子化問題？違う、ダメだよ。そして夢の中で送りちゃったち。なんかね、阿部寛はね、夢の中にね、出てきてくれないんだよね。なんか知らないけどね、小栗旬が出てきたんだよね。分厚い哲学書が並んでる。ろうがところどころにこびりついてる。これをここに置くのかな？関係ないね。バラの香りがしました。もう何の香りとか言われるの嫌だわ。普通でいいわ、普通で。乾きの道って何だろう。モルモルの香りって嗅いだことあるのか？ええー？モルボルの香りなんて嗅いだことあるの？顔主たちは。あ、そうなんだ。へえ、体に悪いんだ。うわ、このアングル嫌だ。絶対なんか起きる。絶対、わーとか出てくるよ。風邪ひいてないよ。喉がガラガラしてるのはもともとだから。930個目さんいらっしゃい。錬金術の本のようだ。え、こっちにも行けるの？あ、行けるの？あ、違う。重いものを引きずったような跡。あ、これじゃん。え？
ドラえもんに似てる。のび太くん。あ、たまーに行きますね。たまーに行きますよ。でも自分でやるときもあります。そっくりじゃないわ。いや、うまくないでしょ。全然似てないから。そうそうそう、ノブドラ。ノブドラが一番可愛かったよね。え、おしゃれ。おしゃれで、一冊だけ抜けてる。やった、これもう、これじゃないですか。きたー。似てない。やったー。957個目さ、あ！ねえ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 。たまになんか声がローラに似てますねって言われるんだけど、似てる？なんかたまーにっていうか、なんか最近よく言われるんだけど、似てないよね別に。うひゃほほーさんいらっしゃい。似てないよね。973個目さんいらっしゃい。なんか結構よく言われますよね、最近。え？乾きとかって言ってたけど。え？ちょっと待って、太陽の絵。太陽の絵が描かれている。真似？ローラの真似？991個目さんどうもいらっしゃい。ローラだよ。ふふふ、オッケー。似てないわ。ノーラディスじゃないか。カマキだから、太陽の絵の方だよね。1012個目さんどうもいらっしゃ。じゃあ、ここに行きますよ。ここに行きますからね。勇気あるなじゃないわ。マジ絶対に似てるって自信があるモノマネいくつかあるけど、やっていい？うわ、さんどうもいらっしゃ。え、なにこれなにこれ、乾きの道って言ったぞ。乾きの道って言ったぞ。1047個目さんいらっしゃい。似てたじゃないわ。何もやってないし。え、乾きの道を進めって言ってたぞ。月の絵と、星のマーク。乾きってなんだよ。乾きってなんだよ。似てないってこと？乾きって何？そんなのやったことないわ。じゃ、真ん中。真ん中行きまーす。真ん中に行きまーす。真っ暗で何も見えないわ。だって、1075個目さんいらっしゃい。え、じゃあ、ドラゴンボールの、うわぁ！ちょっと待って。死んだ。
え、じゃあもうここしかないじゃん。やったね、その辺は。じゃあここ。じゃあここ行きまーす。よいしょ。よし。これはもう大丈夫でしょう。ほら、ゴール。知ってたー。いや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 、余裕でしたな。はい。アシュラマンじゃないわ。何、アシュラマンって誰？祭壇のようだ。え、何すんのこれ。ろうそくかな。わかんない。くぞ。違う。さっきの失敗がなかったことに。いや、セーブはしてるよ、セーブは。セーブはしてるから戻ろうと思ったら戻れるよ。孫悟空。孫悟空のモノマネまで、3、2、1、9。もうちょっと待って。ちょっと待ってね。真似してないからね、まだ。ああ、びっくりした。え、モノマネじゃないから。びっくりした。何もしてないよ。あ、いなくなったじゃん。何もしてないわ。いなくなったよ。いなくなったんだけど。いなくなったけど。え、なんもないじゃん。なんもないんだけど。あ、探検だけゲットしたんだ。探検だけゲット、イエーイ。なんもないし。ろうそくはあるよ。アリーナの万人サイラさん。野沢さんって誰？野沢さんって誰？わかんないんだけど。あ、そうなんだ。私、ドラゴンボールあんまり知らないんですよね。ごめん、ドラゴンボールね、ほぼ知らないんですよね。ごめんなんだけど、モノマネしますとか言ってるけど、ほぼほぼ知らないので、ご了承ください。うん、そしたら探検ゲットしたから、これでいいの？え？え、知ってるよ？え、じゃあ、ドラゴンボールの孫悟空の真似まで3、2、1、9。ああ、似てる。似てるわ。ああ、ここにセーブしちゃダメ。どうしよう、こっちにセーブするか。一応ここにセーブして。でも一番に、じゃあ私、本気を出したら、ローラは似せてないわ。あ、クルーズさんどうもいらっしゃる。私、ねるねるねるねが一番似てるよ。多分。
水の音がするだって。これ死ぬパターンかよ。だってもう一回なんかもういい。これで正解だったわけ。正解だったんだ。したら？死にたがり？これでいいか。矢口まり？あ、ほんとだ。割と人おりましたね。クルーズさんどうも、こんばんは。おはようございます。これ、もうやったから。挟まれた。あ、ジョジョさんいらっしゃい。20人降りたね。あ、シットさん。123、6個目サイズ。アンパンマンだ、アンパンマこれで、倒すんじゃないの？この探検を使って、多分だけど、倒すんだと思うよ。ハサミマンを。木村屋のアンパンさんいらっしゃい、どうも。シザーマン、ぶっこれちゃん、しよう、ぶっこれちゃん。これ持ち歩こう、こうやって。あ、どうも、1248個目さんいらっしゃい。ねるねるねるねのモノマネだったね。虫のねるねるねるねは結構こう似てますよね。ねえ。おやすみなさい。高橋さん、答えありがとう、どうも。ねえ、似てるよね。ほら、言ってるじゃん。本人じゃないわ。老婆のモノマネだから似てるでしょ、なんかね。老婆とか、なんか頭のおかしい犯人のマネとか、年代違うわ。とか、なんかそういうのは多分ね、うまいと思うよ。いや、でも、なんかね、変質者っていうか、なんか殺人鬼とかの役をやってみたい。なんか例えばドラマに出演できます、トッシーさん。主役か、ヒロインか、殺人鬼の、どれが一番自分に向いてますかね。その3つのどれかを選べますって言われたら、確実に殺人鬼を選ぶ。と思うわ、わし。シザーマン役はちょっとあれだけど。絶対そうだよね。シザーマン出てこないんだけど。シザーマンぶっころちゃんしちゃおう。でも来ないんだけど。薬中のおばあさん？中のおばあさん？おばあさん。どんなセリフかな？嬉しいわね。なんかそんな感じじゃない。嬉しいわい。もう薬がないともうやっていけなくてな。そんなじゃない。多分。
おー、間違った。間違った、間違った。よし、チョッパーってなんだよ。あれでしょ、やったことない、あのお医者さんでしょ。お医者さん。白雪姫の魔女。もし絶対白雪姫の魔女うまいと思うけどな。1307個目さんいらっしゃる。え、アイテムまだ余ってるんだ。へぇ。これでブシュって刺したら終わりなんじゃないの。1307個目さんどうもいらっしゃいって言ったっけ、今。一回、誰だっけ、ヘレンに、なりたい殺人犯。何それ、知らない。わー、わかんない、言ってるね。グーフィー？ちょっと待って、グーフィーってどんな、喋るんだっけ？喋らなくない？喋らなくない？なんかアイテム使い切ってないんだけど、でも。やっぱりまだ行ける場所あるんじゃないの？もしかして。もしかしてだけど。マルコ？マルコってちびマルコちゃん？え、できないよ。タラコでしょ？あれ？ここじゃない。あ、ひひょひょひょって何？あれ？書斎どこだっけ？あれ、わからなくなっちゃった。でも、私もなんか、かわいい役やってみたい。かわいい役やりたい。ミスター、ツー、ボン、クレーって何？ごめん、あのね。ごめん。海賊王のアニメ見てないから、ワンピース見てないから、ワンピースネタ全くついていけないです。ごめん、ごめんけど、わかんないです。私アニメとかね、全然見ないから。ピカチュウ？ん。最近見たのは、君に届けっていう、アニメを見た。あと見たのは、あれ。月刊少女野崎くん。月刊少女野崎くんと、あと、漫画本で全部持ってるのはスキップビート。は、まあ、持ってるけど、1338コムさん、1339コムさんいらっしゃる。いや、キュンキュンする、アニメです。学園ものなんだけど、貞子って呼ばれてる、まあ、言ったらすごい、ネクラな女の子が、主人公なんだけど、確かね、なんか、ニコ生で人気の声優さんだったと思うよ。のとなんとかさん。だっけ？のとまみこさん。が、
確か主人公をやってると思う。地獄少女をやってる人だったと思うけど。その人が主人公で、で、なんかまあ、純愛なんだけど、超良かった。超良かったんだけど、いや、自分で見てね。あとは、野崎くんは笑った。モノマネなんてできないわ。セリフがわかんない、だって。なんて、っていうか、ちょっと待ってね。ちょっと聞いて。ちょっと聞いていいですか？なんで、モノマネをする前提になってるのかな？ モノマネ芸人じゃないんだけど？おい。流れじゃないわ。嫌だよ。ていうか他行く場所なくない？ はあ、こっち買ってお金払ってるわ。行く場所なくない？何の真似？スカートひろし？じゃあ、ワシもしよっかな。遅いわ。今の間を返せ。反応遅いわ、もう間を返せ、間を。間を返してもう5秒ぐらい待ったわ。5秒ぐらい待ってそわそわしただろうが。ちょっと待ってね。いやー、でもこれ、どこ行けばいいのかな？何をするの？わかんなくなったからもうよくない？ もう一回降りてみよダイソンのものまね。ダイソンのものまね？ 3、2、1。もう、モテない。チュドーン。え？ターミネーター2のダイソンさんでしょ。ターミネーター2のダイソンさんでしょ。群馬さんいらっしゃい。掃除機じゃないわ。スイッチ持ってるときに、なんか、もうモテないって言って、スイッチバーンってやって、チューンってなるじゃん。え、知らないの？ そう。溶鉱炉に沈んでく人は主人公でしょ？主人公だよね。ターミネーターでしょ？
沈んでく人って。声優芸人ってなんだよ。これなんもないんだけど、これ。こう入ることもできないの、これ。シュワルツネッカーでしょ。ユルトさん。難しくない。セリフもわかんないもんだって。ユルトさんパリーしてくるから、ユルトさんパリーしてくるから。に、2階にいるから、2階に。下、さらに下？え、さらに下、行けなそうだよ。行けなそう。ここだけ音楽違うんだね。シザーマーさん、飛行機乗ってきた。三村さんいらっしゃい。本棚の上にあるやつ。あ、なんかある。何これ。箱が置かれている。あんなとこ手が届かない。手が届かないって言われた。お。ねえ、すごいね。1459コメさん、1460コメさん。コメさんかもありがとうございます。羊の皮の紙、羊皮紙が入っている。バローズ家の家系図。このマークは、赤いマークが付けられている人物がいる。13代目クインティン・バローズ、裏切り者って書いてある。家系図を手に入れた。家系図何に使うの？そっちから来た。よし、よし、死ね。死ね、死ね、死ね、死ね。ナイスシザーじゃないわ。探検全く意味がなかったね。アシラマン？何アシラマンって。ねえ、最強武器だと思ってたのに。あとはなんか、ここら辺なんかあとないの？これはこっちに行くってことでしょ？これなんか家系図どっかで見、なんかないのかな？ないね。モノマネなんてもうやらないよ。ないんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。下に線がある。下に線がある。線って何？千円？線なんてないよ。あ、これ？これなんもないわ。うん、なんもない。
死ぬたびに悟空の真似嫌だよ。ベジータって誰？あの緑の人か。よいしょ。王子様。よいしょ。なに、あの緑の人って王子様なの。よいしょ。もういいわ、もうアニメわかんないわ、別に。最近もうなんかね、その、阿部寛が、あの、北斗の拳の主人公の、ケンシロウの、なんかあの、声の、役を、あの、役じゃないわ。役か、声の役を、やってるって聞いたから、ちょっと借りてみよっかなーって思ったのに借りてないんだから。借りたかったんだけどね、ちょっとね。そうそう、なんか新しい北斗の拳の主人公の声を、阿部寛が担当してるんだって。絶対かっこいいよね。スラムダンク知ってるよ。桜木花道でしょ。春子さんでしょ、春子さん。まるまるの女って何？手あげて。何手あげてって。何手あげてって。なんで手あげなきゃいけない。わさドラって何？わさドラって何ですか？これ小刀で、これ家系図この人に見せたら。緑のやつ？え、何のこと？剣を使って、これなんか、切るとか？違うなぁ。どうしたらいいのこれ。いい加減この人下ろしてあげたらいいのに。首が伸びて地面につくらしい。そんなことないでしょ。六六尾さん。首取れるんじゃないの？そんな伸びないでしょ。あたたたー。あたたたた。あ、そう、北斗無双っていうゲームがあるでしょ。あれも阿部寛だったら買ってもいいかなと思った。阿部寛が、あの、やってるんだったら、私、あの、買ってもいいかなと思ってる。違うんだったら、買わないけど。チョキって誰？あ。あ、そうなんだ。ジャギー様？眠い。米さんかどうも。ああ、ちょっとお水飲んでいいかな。ちょっと疲れてきちゃった。よいしょ。もうこれどこ行ったらいいんだろう。
んでもエロいじゃん。何してもエロいのかよ。やったくないわ。待って、いきなり現れるんだけど。連打、連打、連打。始まってすぐ連打。ほら、ちょ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 。ブブブブ。よし、行け。あーし、余裕。よし。探検ゲットしたよ、でも。さっきより進んだんだよ。レッドブル1年分。うわ、欲しい。欲しいよ、レッドブル1年分。多分これでやっつけられるよ。よーし、フライパン。死ね！よーし。弱。そっちに逃げるんかーい。もういなくなったんか。探検あるけど。1557個目さえでしょ。1名分って何？レッドブルーでも、なんかね、元気の前借りをするらしくて、なんかね、なんかニュースでやってたんだけど、なんかそういう、なんかすごい、栄養ドリンクを、子供に2本飲ませたら、死亡したんだって。1557個目さんいらっしゃる。だからなんか体に毒らしいから、まあ、子供、には絶対飲ませないのと、あとやっぱり元気をなんかね、前借りってよく言うから、本当にいざという時以外は飲まない方がいいみたいだよ。知らないけど。あ、カフェイン中毒になるの？あ、そうなんだ。オロナミン C なんてでもジュースじゃん。ね、そういうの聞いたらちょっと怖いよね。ガセネタかもしれないけど、なんかそういう情報があるとちょっとドキドキしちゃうよね。なんかどこ行ったらいいのこれ。全然わかんない。あ、地図ゲットしたから、こっち。なにドキドキがエロいの、なんで。地図ゲットしたから、これこそ あの人に見せに行った方がいいんじゃない。誰だったかな。あの人に見せに行った方がいいよね。そう、栄養ドリンクは本当に飲みすぎない方がいいんだよ。昨日転職したての会社に前借りお願いした。いや、それはそうなんじゃないの。そうそうそう、ヘレヘレ。スピードボールって何？毒薬とかでも。
じゃあみんなになんか毒薬を飲ませて、解毒剤はここにあるぜ。欲しいなら、私の言うことを全部聞きたまえって言ったら、あれだよね、何でもしてくれるよね。何でもしてくれるよね。きっと。映画でよく見る悪党じゃない。何してほしいか。なんだろう。別にないから。じゃ、そっからジャンプして、みたい。そっからジャンプしてみて、みたい。え、ジャンプできないの？ここ、たった、25階なのに、ジャンプで降りれないの？ダサーいって言って、降ろすわ、そこから。すじゃないキャンプラーイって言って飛んだらいいんじゃない？虫遠くから見てるから。虫飛べないもんだって。ここなんかないんかな。覗けないもんね。どうやって渡るんだろう、これ。やばい、わかんないからセーブして。今日はこの辺で終わろっかな。よいしょ。ということで。あいちらんさんいらっしゃい。言って積んだから、ちょっと疲れちゃったし。またやるよ。でもね、今日忙しいから、ちょっとあんまり放送は多分できないと思うけど。お疲れ様でした。また、よかったら、遊びに来てください。見てくれてありがとうございました。お相手はトッシーでした。また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。